近くの者の説明ね。一人の衛兵が私と作物を監視している。目をそらすことはない。飢餓の中に生まれ、反逆の中で育ち、孤高に生き、しかし決して孤独にはあらず、彼は太陽のごとく立ち上る。セテンサセミ。悪いが、誰も入れない。
あなたの故郷の子供たちも権力者をバカにする？それも成長でしょ。大人を試すのよ。危ない目に遭ってるの？いいえ、見張りたちが脅すの。でも昔は彼らも石を投げてた。あ？よし。よし。これ以上は持てないわ。あそこね。エツリが言ってたのはきっとここね。
この匂い、エツリが言ってたのはきっとここね。大丈夫、着実に。この匂い、エツリが言ってたのはきっとここね。大丈夫、着実に。ゆっくりやりましょう。できるわよね。
やるしかないわね。これは反乱者。やるしかないわね。これは反乱者。銀の目の蛇、確実に近づいた。うん、あそこね。どんどん匂いが強くなってる。ジョナ、また銀の目の蛇があった。目的地は近いはず。タトゥーの話をしてた。タトゥー？ああ、ウヌラトゥノを見たろ。サギと日食があった。銀の箱と関係あるかもしれない。そうかしら。これしかないよね。いいわ。どうにかして壊さないと。壺の油に内臓をつけてるのね。たくさんの油と、これはあの液体は燃えそうね。ほら、これで通れる。先に進もう。
ここは殺戮部屋か何か？狙い通りに流れてない。うまく配置して門の前のプールを満たそう。この溝を血で満たすには多くの生贄が必要だったはずよ。狙い通りに流れてない。うまく配置して門の前のプールを満たそう。
狙い通りに流れてない。うまく配置して門の前のプールを満たそう。狙い通りに流れてない。うまく配置して門の前のプールを満たそう。重すぎる。もっと力がいる。よし、障壁を燃やそう。銀の箱を探さないと。蛇だわ。
トリニティが探してるのはこれね。わかった。できるだけ早く戻るわ。宇宙があんなに怒っているのは初めて見た。宇宙が？一体何があったの？噂話は嫌いだけど、ウチとカビルが言い争ってたの。声が小さくてよく聞こえなかったけど、二人が激怒してたのは明らかよ。こんにちは。取引できるぞ。いつでも取引。ごきげんよう。さあ見てってくれ。それにはもっと必要だ。ありがとう。知っている。息子は兵舎にいて今計画を立てている。助けられなかったの。
彼は戦士だ。それは？あ、これは鍵だ。おそらく山の神殿のものだろう。エツリがいる場所の隣だ。弊社からイシチェルの箱へたどり着けるのか。だから教団は占拠している。警備は厳重。なるべく音を立てず入らなくては。裏から入る道は岩塩港のそばにあるが、崩れかけていて危険だ。私なら行ける。もしかしたらお前なら。私も子供の頃に入ったきりだが、確か弊社は要塞の中にあったはずだ。私が裏から入って先に安全を確保する。あなたはエツリを助けて箱を探す。任せてくれ。お前は箱を追え。宇宙と話をしてたんだけど。宇宙、話を聞かせて。エツリ様の即位の日が近い。未来のファイティケの王となるために最初の一歩を踏み出されるんだ。あ、それは待ち遠しいわね。その希望が我々の戦う力になる。戦う理由を思い出すことも大事よね。私に手伝えることはある？エツリ様の父上サイリ様亡き後、私はウヌラト様から父の代理という名誉を授かった。それで必要な品の準備も任されたのだが、いろいろあってそれが滞ってるのね。必要な品というのは？救世主のアミュレット、守護者の弓、そして王の角笛だ。王に授けられる祖先の加護さ。私にできることなら何でもするわ。アミュレットと弓は問題ないんだが、角笛まで手が回らなくてな。楽器職人のカミルという男から王の角笛を受け取ってきてほしい。男二人を使わせて失敗してる。あなたなら妻と話せるかもしれないな。それならできそうだわ。カビルは気難しい性格だからな。扱い方は妻のアブラが心得てるはずだ。ウヌラトを助けたいと言ったのにこんなことになってし。今はウヌラトの反乱どころじゃないんだ。あなたがカビルね。宇宙に言われて王の。王の角笛か？未来のためだと？その未来とやらのせいで俺の今はめちゃくちゃだ。帰ってくれ。父さんが角笛を作ってたら教団に見つかって作物に毒を入れられたんだ。そのせいで母さんが倒れちゃって、クワリ兄ちゃんが薬草を探しに行ったけど市場に行ったきり帰ってこないんだ。ひどい話ね。あなたの兄弟を探して薬草を手に入れるわ。本当？
ちょっといいかしら。ああ、意識どうかしましたか。カビルの息子のクアリを探してるの。知ってるわ、気の毒な子。チマリっていうククルカンの手下に市場で捕まってしまったわ。罰を与えるためにアハウが来るのをまだ待ってるはずよ。ありがとう。お元気で、意識。薬草泥棒はさぞかし危険なんでしょうね。今日の泥棒は明日の殺人犯だ。飛躍しすぎだと思うけど。あのネズミどもはみんなと捕まえて水に沈めるべきだ。特にヤミル、父親は蛇の守護者かもしれんが、あいつは絶対に違う。スネンカーペルシャカビル。あれはアルーシュなんかじゃない、子供たちの仕業だ。何かまずいことが？え、ああ、実は毎朝目が覚めるとうちの中にあるものが知らないうちにみんな動かされているんだよ。アルーシュがどうとか言ってたけど。その話はやめてくれ。アルーシュなんていない。子供たちの仕業さ。俺をからかってるだけだ。それなら中に入れないようにすればいいじゃない。そうしたさ。でもどうやっても入ってくるんだ。引っ越した方がいいかな。こんにちは。お姉さん、よそから来た意識だろ。こんなの挨拶代わりよ。すげえかっこいい。俺はヤミル。何の遊びをしてるの？遊びじゃないよ。うちの父さんは蛇の守護者でさ、父さんの儀式用のナイフを持ち出して友達に見せてたら衛兵のチマリに見られちゃって、父さんにバレたらどうなるか知ってるから、チマリがあそこに投げてそのまま取れなくなっちゃった。取れるか試してみるわ。お、本当にありがとう。あいつは罰を受けるべきだ。ありがとう、意識。いいのよ。ちょっと待って、この辺の大人はいつも俺たちを追い払おうとするんだ。助けてくれたのは何か裏があるから。し、俺が話すって。それで意識は何が欲しいの？ほら、何かお礼にできることはない？クアリを助けたいの。もう遅いよ。
死刑が決まったんだ。どうしようもない。チマリにも嫌われてそうだし。チマリを怒らせたら追いかけてくるかしら。なんで？牢から離れてくれればクアリを助けられる。なるほど。クアリに洞窟で落ち合おうって言っておいてくれる？場所は知ってるはずだから、そこなら安全だ。ああ、よし、アスト、ライミ、俺と来い。サミーは後ろを見張れ。逃げるのは洞窟な。下がってて意識、あいつをどかしてやる。おい、ヘッポコチマリ、お前なんか死ぬまで奴隷だ。悔しかったら勝負しろ。ついでにラマに蹴られるといい。やばい、逃げろ。お願いだよ、たかが薬草でしょ。ちゃんと働いてか。弟から話は聞いたわ。待って、あんた誰？君を助けに来たの。こんなことになるとは思わなかった。母さんに良くなってほしかっただけなのに。薬草はどこ？お母さんを治すからちょうだい。君は行って、お友達が洞窟で待ってるわ。ありがとう。じゃあこの薬草をお願い、全力で走ってくよ。と言ったはずだぞ。クアリは無事よ。薬草も持ってきたわ。妻を治してくれるって？どうせ王の角笛と交換だろ。これでもう大丈夫よ。神のご加護を。カビル、早く角笛を渡して差し上げて。はあ、ほら、未来の王のために。すまなかったな、世話になった。ありがとう。ジョナの言った通り、最後に出発して最初に戻ってきたな。頼まれてた王の角笛よ。カビルは大丈夫だったか？言った通り、奥さんの鶴の一声で解決したわ。ありがとう、ララ。ねえ、宇宙。最後に出発したのに最初に戻ってきたってどういうこと？他の二つの品を探しに行った連中がまだなんだ。三日前に出たのに。何かあったのかしら？心配なのはクエンティの方だ。怖いもの知らずだからな。深さも確かめずに水に飛び込むタイプだな。わかるよ。ジョナ。あいつはまさにジョナが言った通りのやつだ。あんなところに行かせるべきじゃなかった。どこに向かわせたの？地下貯水池だ。マヌコ王の亡骸の隠し場所なんだ。マヌコ王？サイリ様やアマルのご先祖をクスコから連れ出して安全な地へと導いた農民だ。儀式に使うアミュレットはこの方のものなんだ。なぜ隠しているの？この反乱は農民の救世主結社から来てるんだが、ククルカン教団が最初に力を得た頃、結社の排斥に動いたことがあってな。その際、教団からお守りするため亡骸を秘密の場所に移したんだ。その場所の記憶も失われつつあるがな。クエンティを探してくるわ。あなたは十分やってくれた。王の角笛だけでも十分だ。気にしないで、
それに飛び込みがいのある崖を教えてくれるかも。奴を調子に乗らせるなよ。ホワイトツリーの奥の洞窟が入り口だ。道なりに進めばたどり着く。入り口はホワイトツリーの奥の洞窟だと言ってたわね。これが入り口。